年の11月、がその平成が終わって、まあ、あのまた新しい元号になるということで大嘗祭行われるんですけど、実はですね、武田塾チャンネル、武田塾教務長の中森です。皆さん、大嘗祭って言葉、最近ニュースなんかでもよく流れてますけど、聞いたことありませんか？大嘗祭、主に日本酒や、まあ、古文で耳にする機会が多い用語だとは思うんですけれども、簡単に言うと、まずその毎年ですね、11月に銀紙祭っていう天皇陛下が行う収穫祭があるんですけど、その中で天皇陛下が新しくその即位される際の最初の年の銀紙祭のことを、まあ、大嘗祭、まあ古文でいうと、大仁江祭りとか大鍋祭りって言ったりもするんですけれども、こちらがですね、ありまして、今年の11月、がその平成が終わって、まあ、また新しい元号になるということで大嘗祭行われるんですけど、実はですね、前に昭和から平成に移り変わった瞬間、まあ、30年前ですね、にですね、この大嘗祭についてのテーマが大学で結構いろんなところで出たぞということでですね、今回実はそれについて扱った動画を、学研 の, マドンナ公文の沖野先生が、実はその動画を学研プライムで無料でも会員登録なしで見れるように公開してくれてる動画があって、ぜひですね、このネタ、ね、ニュースで扱ってたんだけど、ちょっと自分で情報どれだか分かんないなみたいな人に、ちょっとよかったら紹介しようかなと思って今回この動画撮りました。ということで、こちら学研プライムゼミ、の動画なんですけれども、大嘗祭とは、荻野彩子先生の特別ミニ講座大嘗祭とはっていう動画、公開されております。こちらの動画の説明欄にも、リンク、貼っておきますので、実際の入試問題、というか問題を解説、しています。さらしら日記ですね、こちらについて、解説しております。問題の PDF もついておりますので、正直うちの動画でもないんで、学研プライムゼミに登録しようとかそういうこと言ってるわけじゃなくて、単純にそのこれだけを対策するっていうのが参考書だったりとか、そのネットとかで探そうと思うと結構難しいと思うんですよね。だけどそのもしこれが出たら、まあ、やっぱりすごくラッキーかなっていうのもありますし、まあ、1個の、ね、問題の解説であれば、まあ、30分ぐらいの動画ですけれども、すぐに見終わるかと思うんで、出ちゃってうわ知っときゃよかったっていうのに、ね、なっちゃうと、まあ、もったいないかなと思うんで、ぜひね、皆さんにも共有しようと思って今回この動画撮らせてもらいました。ぜひですね、利用してもらってですね、それのおかげでね、ちょっと出てラッキーよかったみたいなのがあったら、ね、コメント書いてもらえれば嬉しいと思います。よろしくお願いします。今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。